こんにちはレトスの小野です今日は特別なご案内をさせていただきます4月30日で募集終了した個別指導なんですけれども在庫が1つだけ残っているんですねワンセット残っておりますなので1名様だけ募集させていただきますもうこれ早いもん勝ちになりますんで まだ今年の試験で絶対合格したいという気持ちがあるのであれば、ぜひご検討ください。今からでもやり方を間違えなければ、今年の合格十分間に合いますんで、ぜひ一緒に勉強できたら嬉しいです。お申し込みはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、そちらからご確認ください。そして個別指導について何か気になることだったりとか、ご質問がありましたら、お気軽にメールいただければと思います。それでは本日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。 休みで注意すべきは、ダラダラ学習です。時間があると集中しないで勉強する場合が多いです。集中せずに勉強しても、ほとんど効果はありません。勉強するのであれば、時間を決めて、その時間だけ集中するというやり方をしましょう。一度に4時間ぶっ通しで勉強するというのはやめて、1時間勉強、15分休憩、1時間勉強、15分休憩、 といった感じで、4回に分けて4時間勉強した方が効率が良いです。ぜひ実践してみてください。それでは本日の3問に入ります。え不法行為が A と B の過失による共同不法行為で C に損害を与えた場合、A と B の過失の割合が3対7の時でも、 C は A に対して損害の全額について賠償を請求することができる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。共同不法行為によって他人に損害を与えたときは、その全額について共同不法行為者はそれぞれ連帯して賠償責任を負います。つまり、被害者 C っていうのは、 A に対しても、B に対しても、全額賠償請求できるんですね。まあ、これは連帯債務の基本事項なので、まあ、解けるようにしておきましょう。そしてこの解説を聞いて、あれちょっと疑問に思った方もいると思うんですよ。その疑問については、すいません、個別指導で解説する流れになりますので、その点ご了承いただければと思います。で、問い2ですね。え、監督処分です。高検知事免許を受けている宅検業者 A が、 大津県の区域内の業務に関し、大津県知事から受けた業務提示処分に違反した場合でも、大津県知事は A の免許を取り消すことはできない。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。まず問題文の状況としては、高県知事免許を受けている宅建業者 A がいて、A が大、まあ、津県のね、例えば土地とかの取引をしたと。売買契約とかをしたと。 で、その契約についてえ、ちょっと宅建業法違反があって、オツ検知事から、まあ、業務停止処分を受けたと。で、業務停止処分を受けたにもかかわらず、それに違反したってことなので、業務を行ったってことなんですよね、A さんが。で、問題文は、オツ検知事は A の免許を取り消すことはできない、丸かツかということなので、答えは丸ですよね。オツ検知事は A の免許を取り消すことはできません。A は、コ見検知事から免許をもらってますよね。 つまり、江県知事が管轄しているわけですよ。その A の免許を別の知事が取り消しができるとなると、江県知事のもう立場ないわけですよね。したがって、これ取り消し、免許取り消しができるのは免許を与えた江県知事だけなんですね。で、指示処分とか業務停止処分、まあ、これはね、ちっちゃな処分なんで、まあ、これについては他の知事が行っても構いません。つまり、まあ、今回の問題文で言うと、乙県知事が A に対して業務停止処分をしてますよね。 まあこれは全然問題ないんですよ。ただ、免許取り消しについては、免許をした後見知事しかダメですよっていう話なんですね。従、まあ、って、本問の場合っていうのは後見知事のみ、A の免許を取り消すことができます。まあ、これはすごくね、重要な問題なんで、絶対覚えておきましょう。では、問井さんです。宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切り土であって、 当該切り道をする土地の面積が600平米の工事については、都道府県知事の許可は必要ない。丸かツかという問題です。で、答えは、これは知事の許可はいりませんので、正しい丸となります。宅地造成っていうのは、工事の結果、宅地になる工事を言うんですね。今回の問題の場合、宅地を宅地以外にする切り道って書かれています。 つまり工事の結果、宅地になるんじゃなくて、宅地以外になりますよね。したがって宅地造成の対象外となって、知事の許可は不要となります。そして特別なご案内があります。4月30日で募集終了した個別指導なんですけれども、在庫、教材が1セットだけ残ってるんですね。なので、1名様に限って、 募集させていただきます。もうこれ早いもがちになってしまいますんで、もしまだ今年の試験で合格したい、そう思っている方はぜひご検討ください。まだ試験まで6ヶ月弱ありますんで、まだ今からでも十分今年合格していただける自信があります。あなたと一緒に勉強できたら嬉しいです。お申し込みはこの動画の下の説明欄に URL 貼っておりますので、そちらからお申し込みいただければと思います。その他ご質問ございましたら直接私にメールしていただければと思いますんで、お気軽にメールください。 ゴールデンウィーク中も休まず営業しておりますので、いつでもメールいただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。